国鉄地線系貨車は、日本国有鉄道が1957年から製作した重ン石の貨車である。比較的軽量の広大貨物輸送や、有車運用を主目的として製作された小型の長物車で、1957年から1962年に、かけて200両が、森岡工場、多土津工場で改造されて作らされた。 戦時設計無害者の時900型を同様の用途向けに改造した長物車地500系の後継形式として計画され、主として第二次世界大戦前に製作された二軸無害者のトム11000系、トム16000系、トム39000系、トム5万系、トラ1系、トラ4000系、トラ6000系、トラ23000系の改造名義で製作された。 主に、長尺物輸送時の勇者として、他の長物車と蘇生して運用された。1987年の国鉄分割民営化では一部の車両が JR 各社に承継され、レール輸送時の勇者などに引き続き使用されている。各年度による改造工場と両数の関係は次の通りである。積載荷重10トンの汎用二軸長物車で、 種社である無害車の一部部材のみを流用し、大枠、床材など大部分の構造部材を新規に製作して、組み立てられた車両である。大枠は、車体長方向に、中両、側張りを、車体幅方向に、横両、端張りを組み合わせた、当時の国鉄二軸貨車では、一般的な仕様のもので、大枠長は 7300mm。 連結器中心間の全長は 8100mm である。軸箱を支える軸箱盛り及び軸バネを支持するバネ釣りジを側張りに直接接合する構造も設計当時の一般的な仕様である。軸距は 4300mm、軸受けは平軸受け、軸バネは重ね板バネである。軸バネの支持機構には二段リンク式を当初から採用し、 最高速度は時速 75km での走行が可能である。床板は 60mm 厚 200mm 幅 2550mm 長の効いた36枚を車体幅方向に敷いたもので床面積は18.6平方メートル、最大積載容積は39.1立方メートルである。車体側面には 二役用のロープ掛けが片側六箇所に設けられる。本形式は想定された用途が一般の長物車と異なることから、車体側面の柵柱受け及び床面上の車体幅方向に設けるミスリ機は省略された。積み荷との干渉を避けるため、車体側面の手すりは床面上に突出しない位置に設けられ、連結機は 開放テコを本体下部に配置した下作用式とされた。自長は7.2トンで、換算量数は、赤車1.4、空車0.8である。ブレーキ装置は、制御弁に、計三度弁を用い、補助空気ためを、制御弁と一体化した KC 型自動空気ブレーキで、国鉄貨車が、汎用的に用いたものである。補助ブレーキは、 片側側面のみ向かって、右側に足踏み式のブレーキテコを設け、これを操作するための手すりステップが、側面端部に装備される。JR 北海道の地線系、地線1 8 7床面に手すりを増設した、控え者代用者制作当初より、コンクリートパイル、一般鋼材、レールなど長尺物輸送時の勇者として用いられたほか、 笠高軽量貨物輸送への重当例も存在した。勇者運用では、車体長を超える、長弱物を積載した貨車の両隣、または中間に本形式を蘇生し、本形式自身には積み荷を積載しない。1987年4月1日の国鉄分割民営化に伴い、北海道旅客鉄道に3両、東日本旅客鉄道に11両、 西日本旅客鉄道に1両、九州旅客鉄道に4両、日本貨物鉄道に12両の合計31両が、承継された。用途は概ね従前と同様で、レール輸送の際に、長物車の編成端部に蘇生する勇者用途が主体で、ある。旅客会社では2021年4月時点で、JR 東日本に6両が在籍。 JR 貨物には2009年時点で5両が在籍する。JR 北海道に在籍していた車両は、もっぱら港内入れ替え用の控え車として用いられ、車体全周にわたる大型の手すりを追設していた。ありがとうございます。